おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。今活のですね、スラムドッグモンスター。まあ、ちょっと大きめのペンシルベイトなんですけども、このね、音が特徴的なね、結構ね、首振らせるとカショーンカショーンっていい音がするんですけども、これでね、ちょっと面白い釣りができたので、ぜひご覧ください。飛距離がいるんで、カット日の今活のアマゾンペンシルスラムドッグ、これだったらあのボイルに届くんじゃないか。真上だ。ボイルした瞬間とかに入れれば食うかな。ああいうボイルした瞬間、結構いい場所。出ない。やっぱちっちゃいやつをふーっと、流し込まないとダメかな。案外マイクロベイト昼間っぽい釣りで、静かに待ってたら、ボイルすんな。壁際で、うわ、出たよ。おお、出たよ。もう一発、もう一発。おい、ビートトラップ、ビートトラップ、無視かぁ。出たね。はあ、難しい。なんかでも影的には60ぐらいまでのがいそうで、スラムドッグにしてから飛距離が矢のように飛んでくから、なんか地合い入れば1匹ぐらい釣れそうなんだよね。夜だけどペンシルパターン。うおー、出た。おお、すげえ。いや、もう乗んなくてもね、上がるね。トップウォーター楽しいね。もう秋にね、こんなガバーってね、出てくれるところがいっぱい見れるだけでも OK だね。うわっしゃー、ダメだー。うわっしゃ、出たぞ。うー、どうだいどうだいどうだい。よいしょ。うー、えらあらい。おほほほほ、うー、いいサイズかな。どうだ。おお、長い長い。あ、バレたー、バレたー。
よし、さあサイズは、あ、フッコサイズかな。うお、いい引き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 、元気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 元ラブドッグモンスターで、夜のねトップウォーターフィッシングよく食ってくれた。長い、こんな感じでね、針2本でもね結構ねちゃんとかかってくれるんで、まあ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 、東京湾のシーバスくんです。明るいところだとねちゃんと見えて食ってくれるっていうことで、いやーこの1匹までね結構かかっちゃったけど、こんな感じでガッポシ食ってくれますんでね。じゃあね、引き続きまだボイルしてるんで狙っていきたいと思います。スラムドッグ、はい、というわけで帰ってきましたが、まあなんとかね1匹あげることができたんですけども、まあちょっとね餌のサイズが小さくて、まあイワシの小さいのかイナッコの小さいの、捕食してるって、そんな感じのボイルだったんですけども、ただタイミングよくねあのボイルに届かせることができれば釣れんじゃないかななんてね、何回かチャンスをもらってそれでね釣り上げることができたんですけども、まあなんでこれを使ったかっていうことなんですけども、とにかくよく飛ぶっていうことで、今使っているタックルが PE の6号直結で、で竿もそんな長い竿ではなくて、でアブのですねビッグシューター、コンパクト、こういった組み合わせで投げるんですけども、ちょっとね小さめのルアーだとあんまりねあの飛距離が出ない、ただシーバスが食う場所っていうのは結構ピンポイント、まあ決まったところにねうまいことスコンって入るとようやく食うっていう感じだったので、そこでこのね飛距離の出る、今勝のスラムドッグモンスター、これを選んでみたら、まあ何回かねチャンスがあって、で船に上げられたのはまあ1匹っていうね、こういう感じだったんですけども、ポイントとしてはねこう真ん中の針を取っております。こんな感じでね、で前と後ろの針はですねそんなにサイズもスプリットリングも変えないで、で頭に最初からついていったスプリットリングは取ったかなっていう感じで、まあこことここの部品をね、取り外しましたよ、こういった感じで、使ってるんですけども、これでねあとまあ5つ目のスナップをつけて投げたところ、こう水中にあんまりダイブしないんですよね、常にこう、水面でイメージした通りに泳いでくれるっていうことで、そんな感じでこのねセッティングで、投げておりまして、そんでねバコーンと出て、まあ贅沢を言えばちょっとね何回かバラしてしまったので、ここの針はやっぱりあってもいいのかなとね、使いながらねちょっとねいろいろ調整して釣りしていこうかななんていうふうに思うんですけども、まあ何にしてもねブラックバスがねだいぶ秋になってちょっとね一回この季節の変わり目で釣りづらい、そんな時期にですね、まあちょうど合わせたようにね、スズキがものすごい高活性でね、秋のまあ産卵前の荒食い行動なんていう風に言われておりますが、とにかくねこう栄養をつけようとね餌をボコボコ食べてね、そんでまあもうかけるとねものすごい引き、すごい元気な引きでね楽しませてくれますので、各ねいろんなまあ横浜、千葉、まあ東京いろんなねチャーターボート屋さんがあるので、そういうところでね船長毎日のように出て、状況を掴んでいるはずなので、まあちょっとシーバス夜やってみたいんだけど、まあ昼間ね、ビッグベイトで釣ってみたいんだけどとか、そんな風に相談してですね、シーバスに行くと楽しい釣りができるんじゃないかななんていう風に思います。というわけでね、これね秋のシーズンにペンシルベイトで水柱いっぱい立ちましたよっていうことで、本日の、釣り講 TV はこちら、今勝のスラムドッグモンスター、これでね、秋のブリブリのシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。